はい、皆さんこんばんは。マサルチャンネルの時間がやってまいりました。ですね、それでは本日もですね、ホールアウト4ですね、のんびりまったり雑談しながら、まあのんびりまったり雑談しながらやってるから分かんないですけどね、建築していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今回のですねロケーションですけど、今回のロケーションはこちらですね、キングスポート灯台というところになります。ですね、こちらですね、そうですね、土地的にはですね、海に面しててそんなに広いわけじゃないんですね。まあそのいわゆるこう土の部分ということで言えばですね、そんなにあるわけではないんですね。そして特徴的なのが、名前のロケーションの名前にある通りですね、灯台がこうドンって立ってるんですよね。でまあこの中にいろいろ建てようと思ってもですね、そんなにあれがないので、スペース的なものがないのであんまり建てられないっていうのがあるんですね。でそれでどうするかっていうとですね、これワークショップ画面開きますとですね、結構ですね、海の向こう側まで小屋がありますよね。小屋っていうかね、ハトバーみたいなところのちょっと小屋がありますけど、もうちょっと先ぐらいまでですね、この建築可能なラインがありますので、まあここからずっと向こうに建てていくっていう手もあるんですけどね。まあそんな感じですね。で建築する前にですね、不要な瓦礫とかですね、いろんなものは一応削除じゃなくて解体してワークショップにぶち込んでます。で本日はですね、今日はですね、この小屋の中と、まあできれば外回りで水とか食料ですね、ちょっと植え切っていきたいなと思ってるんですね。まあそういう感じでやっていこうと思いますので よろしくお願いいたします。じゃあ早速いきましょうかね。これも買いましょうかね。これもあるんだったら、椅子置きたいんだったら、もっと綺麗なやつがあるから、綺麗なやつ置いていきましょうかね。どれにしようかな。これにしようか。うん、こんな感じで置いとけばいいよ。そして、これ扉があったんよね。扉外しちゃったんだよね。この扉つくのかな？扉自体はつかないのかもしれないですね。これは通常の扉だったらつくのかな。電動扉じゃない。うん、どうもここはついてくれないようですね。ちょっと残念ですけどね。うん、ついてくれませんね。ちょっとむき出しであれなんですけど、しょうがないですね。お、ここにちょっと邪魔なのがあるんで取り払いましょうかね。そしたら家具でなるべくこう生活感あふれるようなものにはしていきたいなとは思ってるんですけど、なかなかスペース的なものがですねあるんで難しいですね。これはこういうのはつかないもんね。こういうのがなかなかつけにくいっていうのが難点があるんでですね、まあしょうがないですよね。そしたらばちょっと違うことからやるかな。この椅子はちょっとでかすぎるので、こんな椅子かな。ですね、動画のアップに関してなんですけどね、前もちょっとですね、いつだったかな、いつ頃のちょっと動画でか忘れたんですけど、ちょっとお話ししたことがあると思うんですけど、編集ソフトから直接ですね、YouTube とかなんかそういういろいろ、そういう、ですかね、媒体にアップしたりすることはできるんですけど、そっちの方がですね、早いんですね、いろいろと。アップするスピードも早いんですよね、例えば YouTube とかに。早いんですけど、多分おそらく仕様なんですけどね、その、編集ソフトで編集した状態から、YouTube に直接アップするとですね、画質が下がるんですよ。画質下がるっていうか、1080p は、あれなんですね。出るんですけどね。出力はできるんですけど、なんちゅうかな、FPS がですね、全くこう、60fps が、切れちゃうっていうか、あれなんですね。つかないですね。要するに、せっかくその、撮ってるんですけど、反映されないんですよね。要するに、簡単に言えば。で、それだとですね、ちょっとあんま意味がないなっていうことで、
だからちょっと時間かかるんですけど、やっぱり一回その、動画として別個に出力をして、それから何ですか、再アップするという形にしない、再アップするっていうかですね、まあそれかしないと、多分おそらく画像があんまり綺麗じゃないので、それだったらちょっとあんまり意味がないんでですね、でその方法でちょっとしばらくやるしかないかなっていうのは思ってるんですよね。あんまりこう綺麗に映ってくれないんで、どうしても YouTube のおそらく企画に合わしちゃうんですよね。だからそう、うまく撮れないと、撮れないっていうか、うまくこう反映、そういう風に反映されないと、多分そうだと思うんですよね。だからちょっとそれだったらあんま意味がないのでですね、せっかく撮ってるのに意味がないので、だからちょっと時間かかるんで、本当はもうそっちの方がいいんですけどね、直接アップするのが早くていいんですけど、だから効率を取るのか、その画質を取るのかっていうことですよね、結局は。だからそこをどうするかっていうポイントなんですけど、やっぱり、せっかく上げてるんだから、やっぱり何回も言ってますけど、やっぱ綺麗なものをやっぱりアップしたいかなっていうやっぱ気持ちがあるんでですね、まあ、そう考えるとやっぱりちょっと時間かかるんですけど、そういうふうに別個で上げていった方がいい、別個っていうか、その手間かかるけど、そういうふうに上げてして上げていった方がおそらくいいのかなっていうふうに思ったりするんですけどね。まあどうしてもパソコン自体も旧世代ですし、あんまりそのそこまでいいパソコンじゃないので、いいパソコンじゃないのでって言ったらちょっと失礼ですけど、まあ、旧世代で2世代ぐらい前のパソコンなんで、グラフィックも、そんなにあれなんで、だからまあそういう意味ではですよね、そのやっぱりいいのが欲しいですよねやっぱ高性能なやつやっぱ欲しいな、前も言ってましたけど、これ戸棚になるのか、やっぱいいパソコンが欲しいですね、それなりの、それなりのいいパソコンが欲しいですけどね、やっぱりGTX1080 か。もうすごいあれなんですけど、まあ夢のまた夢なんですけどね、すごい欲しいですね、やっぱ。やっぱり FPS が低下したりとかですね、パフォーマンスに影響がやっぱ出てくるので、やっぱり、やっぱ欲しいですね。まあ欲しい欲しいって言うんだけど、ただですけど、そこまで、まあ手が回らないっていうかですね、おそらく今のままだったら絶対いつまで経っても無理なんですよね。だから、まあ、必ず実現はさせたいですけど、やっぱ憧れですよね。そういう PC ゲームで、いいパソコンでやるのは、やっぱ PC ゲームやってる人にとっては、やっぱりちょっと憧れっていうか、いいなと思うんですけどね。なんかいいのないかな。これ置けないもんね、ここ。キッチンのあれ置きたかったんですけど、ダメでしたもんね。しょうがないですね。置けないのはもう置けないでしょうがないですけど。ああ、ここはあれだな。こんなん置いてみようかな。フィッシュラック。これちょっとでかいかな。あ、でもいいか。どうせ使わないだろ。カート。はい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 。こう、いろ、あ、こうじっくり見ると、いろんなもんがあるから面白いですよね。で、資源。これ、いや、こっちだ。こっちのやつがいいな。共用。あ、そうか。共用はもう関係ないんだ。ボタン一つで切り替えができるんで、あんまり関係なかったな。これやったら置けるやろ。ちょっと夜になっちゃいましたんで、一回また朝になって作業することしますね。ちょっと休みましょう、一回。いかんいかん。これ暗すぎてわからん、まあ。ライトつけてやるっていう手もあるんですけどね。ランタンのライトつけてやるっていうのもいいんですけど、ちょっとさすがに暗いんと、やっぱりあんま作業してて内容がわかんないでしょうから、ちょっと朝になるまで、一旦待ちましょうかね。はい、今回のですね、お供はですね、またキュリーさんですね。よろしくお願いします。ということでやっていきましょう。
これはあれだ、プライベートにしちゃダメだ、みんなが使わないとダメなんでね。で、ね、これしといて、あ、これ置けんだな。へえ、あ、これスナップするんだ。ああ、いいわいいわ。うん、こんな感じでしといて、そしたらどうしようかな。これ下に置けるんかな。いいわ。なんかちょっとライトがあるんで中途半端な置き方になっちゃったんですけどね。そしてまだ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 、家具その他やったかな。海が近いんでですね、フィッシュラックとか置いたら面白いかなという感じで、あそこにあのフィッシュラックをちょっと飾ってみました。こういうのもいいんですけどね。どこだ、プロジェクターは使わないでしょ。こんなんでいいんじゃないかな、とりあえずは。 OK。 そしたら おっとライトをつけていきましょうかね。ライトはなんか元からこうついてあるやつがあるんですけど、これ取れないんですよね。だからもうしょうがないんで、もう新しいライトをつけていくしかないですね、これは。ここもなんか、ま、なんかわからんのがあるしね。なんか回っとるけど、ライトはついてないしね、これ。また、あ、これは、危ない。ちょっと離しとかないと、あれですね。うまく回ってくれないですね。壁やろ。この壁、地下鉄用署名。地下鉄じゃないもんね。まあ、地下鉄じゃないけど、つけるのも面白いかな。こんな蛍光灯とか、どんだけ明るくなるかわかんないですけどね。とりあえずつけてみましょうかね、これ。いつも同じやつばっかじゃあんまり変わり映えしないんで。で、またこれでもかっていうばかりにつけていくんですけどね、これが。よし。どんな感じになるかな、これは。とりあえず、つけてみました。そして、あれだ。ジェネレーターを一回つけておきましょうかね。ジェネレーターをどこら辺につけるか。ここでいいかな。そして、コネクタをつけていきましょう。コネクターで繋いでやるとですね、範囲が広がりますので、結構いいですね。便利はいいっていうのはいいですね。もうちょっと上でいいんじゃないかな。くる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 回ってるけどね。一旦こうしといて、よし、こんな感じ。だからその動画のアップに関してはですね、ちょっと時間かかりますけど、そういう風にしていこうかなと思います。やっぱりちょっと画質が落ちると自分もちょっと嫌なんで、やっぱ見る人にとってもあんまりちょっと、ね、これはちょっと、ね、やっぱりどうせ上げてるんだったらやっぱ綺麗な方がいいかなということで、ちょっと多少時間かかっちゃいますけどね。まあ、それでもそういう風にアップしていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。これでいいかな。よし。ここもつけとくかいな。結構過剰ですけどね。つけ方がめちゃ過剰なんですけど。そういえばですね、昼にですね、ちょっと、これプレイしてたんですけど、フォールアウト4ですね。普通に、プレイしてたんですけどね、なんか変なことがありまして、その変なことっていうのがですね、何かっていうと、コベラントっていう居住地があるんですけどね。で、そこですね、私はそのあれですね、人造人間を助ける選択をして、クリアしたんですよね。で、当然コベラントの住民とは敵対して、結局みんな片付けてしまったんですけど、で、それをあれでですね、
確かにみんな死んだはずなのに、あの入り口のあのテストをするおっさんがいますよね。名前忘れたけど、あのおっさんがですね、なんか生き返っててですね、いきなりなんかこのコベナントのあの入植者たちといきなりドンパチ始めてたんですね。でなんかなんでここのおっさん生き返っとっちゃろうかと思ってですね、ちょっとびっくりしたんですけど、あんなことってあるんですかね。なんかちょっとびっくりしましたね。明らかにあの人絶対死んどったはずなのに、いつの間にか復活してからまたなんかいきなり暴れてたから、ちょっとびっくりしたんですよね。はぁ、なんかああいう、まあ、バグなのか何なのかちょっとわかりませんけどね。まあそんなあるんでしょうね、おそらく、うん、こんな感じかな、だいたいつけたけど。そしてねちょっと血の跡があるんで嫌ですけどちょっと嫌ですね、血の跡があるのはちょっと嫌ですけどね。どれにするかな。ここに置く必要あるかいなって思うんですけど、まあとりあえず置いとってみましょうか。ちょっと形的にはね、位置がちょっとあまりいいとは言えませんけど。そしてどうしようかな。これもなんかあるんよね。これポスターってなってますけど、これ明らかに看板ですよね。これ絶対これ看板だろうって思うんですけど、なんかポスターってなってるんですよね。このライトをちょっとつけとかんと、これ暗いね。壁用照明やろ、つけとこうか。こういう感じでつけて、あっこは暗いんだよね。うまくつかないもんね、これ。しょうがないな。まあ、こんな感じですかね。だいたい明るくしたいんですけど、でまだここが暗いですよね。このライトがね、撤去できたらいいんですけどね、ちょっとできないですもんね、これが。仕様で。ちょっとできないんで、しょうがない。これつけとこう。うん、これつけたら明るいっしょね、かなり。こういう感じでしておいて、うんうん、こんな感じかな。ここはでもなんかちょっと寂しいですね、ここが。ので、椅子を置いときましょう。この椅子は何にしようかな。こんなやつにしとこうか。うん、こんな感じかな。よし、そしてあれ置こう。うん、こんな感じかな。そしてまた戻って、ちょっと外暗いですね。ライトつけましょうかね、外は。あんまり暗いと嫌ですね、やっぱり。うん。おしゃれしか。うん、そしたら、これどうするか。家具で。その他。ちょっと久しぶりにテレビでも置いてみようかなという。思いましたので、ちょっと邪魔かもしれんけどね、ここ置いてみましょうか。どうだ。ああ、まあ1でもいいじゃないか、これ。うん、これいいっすね。 OKOK
そしたら次上行きましょうかね。なんかくつろいでますけど、まあいいや。ここむき出しやね、これ。ああ、ここで屋根がないんだな、ここ。困りましたね。屋根があってくれるといいんですけど、ここはむき出しですね。こっちもむき出しだわ。あんまりこれ、こんなとこで寝たくないでしょうね。うん、これ困ったですね。まあしょうがないですね。とりあえずやりましょう。いかの式も。これうまく置けるかな。多分これ壁に当たって置きにくいんじゃないかな。このあれじゃダメか。このタイプだったらどうかな。置けませんね。ちょっと動かしますね、これ。そして、どうしようかな。ここを、あれするかな。お風呂つけましょうかね。共用シャワー。共用シャワーでもいいんですけど。ちゃんとうまく、どうだ。ああ、いいですね。よし。そして、じゃあトイレだな。共用トイレ。これつくんですね、これ。なんでつくんだろうな。アクセサリーで、あれだ、行き過ぎたな。いつも行き過ぎるんですよね。そしてここもライトつけときますかね、一応ね。ライトつけて、このライトでいいかな。しっかり明るいから。そして、これはむき出しなので、アクセサリーで、どれをかけるか。うん、これでいいかな。そしてよし、こんな感じかな。それと、まあ置く必要ないですけどね。ちょっと置いてみました。あとは何かあった？水濡れ注意か。うん。なんかちょっとだけ雰囲気だけを、雰囲気作りだけで置いちゃったんですけどね。まあこんな感じでやっていけば少しはまあ楽しいかなっていう感じですね。ちょっとむき出しだ、嫌だな、ここ。むき出しですよね。このベッドやめようかな。ちょっとむき出しは嫌ですけどね。まあしょうがないですね、これは。天井、屋根がないですもんね。もう吹き抜けてになっちゃったから、これダメですね、これ。こんなボロ屋をですね、一気に解体して、新しく家屋をつけられるモッドっていうのはあるんですけどね。まあそれはですね、この、今の状態はまだ入れてないですね。普通のままでやってますので。固定式って
よしよし。そしてなんで宙に浮かぶんだろうか。なんか乗っかってる感じですね、これね。まあいいかな結構まあ雑なとこは結構雑なんですね、私やるとき。椅子じゃないですよ、ベッド。ベッド、ここは寝袋置いとこうかなと思ってですね。あんまりこう、あれですけどね、あんまりこう綺麗とは言いませんけどね。そしてこれ火事になりそうですけどね、場合によっちゃちょっと怖いですね。放射能発生器とかあったの、なんだありゃ。なんかここ落ちそうですね寝てる人が落ちそうなんですけど、まあ大丈夫や。まあちょっと案外雑ですけどね、こういう感じで簡単に中を作ってみました。これどうするかな、この屋根。これ、そしたら、これはいいこと考えた。まあ、今回、コンパートではしませんけどね。ここにこう立てて、あ、上まで通すかな。うん、そしたら屋根ができるね。で、屋根ができて、居住地もできて、まあ一石二鳥かなっていう感じですね。そしたら、次は、これは、あ、そっか、まだあれを作りたいな。あ、その前に、必需品を、水とか、食料とか、ああいうの立てとこうかな。で、ウォーターサーバーにもあるし、感じかな。よし、そしてそうこれ結構いいですね、場所取りますけどね、これ。その時はでも上に通すってことを考えた場合はあんまりこっち側に置けないんだ。だからここら辺に置くしかないんだよね。こういう感じで置けば、多少はいいかな。これで、さあ、ここは置けるか。ここは置けないようですね。ここは無理かな。まあ、こう、海が近いんでですね、まあ、普通に下にこう、何ですか、あの浄水器とか置けるんですけど、まあそこまでするかっていうのがあるんで、まあ浄水器を置きたくないんでですね、置きたくないって言ったらおかしいですけど、じゃあせめてこれを、まあ後で置き、まず、まあ後で置き行ってもいいですけどね、とりあえず今はいいかな。これは4か。そしたらこのジェネレーターは便利がいいですね。これは非常に便利がいいです。とりあえずこうしておきましょうかね。そして、食料を植えておきましょう。えらいスイカがあるな、これ。おい。お望みは何でしょうか。何について話したいです。
何か言いたいことはあるか。ではこのチルドレン・オブ・アトムたちは放射能を崇拝しているのですか。太陽の方が崇拝の対象として適切なのではないでしょうか。他にはない。あなたの言う通りです。まあそうなんですよね。まあここですね、最初行くとですね、あのチルドレンアト、チルドレンオブアトムっていうですね、なんか放射能を崇拝してるあのカルト集団がこういるんですね。でも最初のっけからこう襲ってきますので、そいつらを排除するとですね、あのワークショップがあの解放されます。で、あのもうあいつらの持つですね、あのガンマ銃、あのガンマ銃っていう銃があるんですけど、あれが鬱陶しいんですよね。あれ食らうとですね、あのその放射能がラット値がむちゃくちゃ上がっていくからですね、放射能対策が不完全だと結構やばいんで、もうあいつらの銃は鬱陶しいですね。本当にものすごい勢いでガリ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 あの削られますからね、あの放射能でたまらんですけどね。あんまり置けないな。ああ、これもたくさんあるな。一応ですね、防御面に関しては、あの、こちらからですね、敵が攻めてくることが多いですね。こういう、この正面から攻めてくるのと、あとはですね、あの、前の街道沿いですね、あそこら辺からこう、わら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 こう来ますので、あそこら、ここら辺にタレットをがっつり置いとけば、とりあえず大丈夫ですね。まあ、ロボットもしっかり置きますけどね。そして、まあ、あとでロボット置いてみましょうかね。ついでなんで、置いてみましょう。けど、個人的な意見なんですけどね。こう、作物を植えるときってなんか気持ちいいんですよね。ザク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 こう植えられるから、結構楽しいですね。解体するときも楽しいですけど、ガチャン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 言ってですね。けどやっぱりこの動画は絵的に見るとやっぱり地味ですよね。あんまりこう見栄えしないから、みんな飽きるんじゃないかなと思って結構心配してるんですけど、これ絶対飽きるよなっていうのが、またこれかよみたいな感じで同じパターンだねっていうのが、だからそれがちょっと心配ですけどね。でもしっかりきっちりやっていきますけどね。はい。ね、とりあえずこんだけにしといて、どうしようかな。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっとだけ離れますね。ごめんなさい。ちょっとタイムしまーす。しました。じゃあ再開していきます。一旦食物はこんだけにしといて、防御面の、あれにかかりましょうかね。取りかかりましょうか。監視はいいんだけど、ガードタワーだろ？これね、あれなんだよね。だから、こうしといて、そして、もうちょっと下げるか。で、あ、そっか、あれも立てないといけないな。ここにミニッツメンの像がお出迎えと。よし、そして、あれだ。あれを立てないといけない。ああ、そうそう。これも置いとこう。ごめんなさい。ちょっとですね、すいませんね。これお貸しください。すいません。うん。これ、下に置いてもいいんだけどね。まあいいや。来た来た。これですね、ミニッツメン。レールドードは滅亡させちゃったんで、 BOS と、ほとんど目立たないですけどね。アメリカね。うん。
そしてうん、タレットを置かないといけないですね。タレットを置くんだったら、うん、ここですね。そしたら床、コンクリートってやない、コンクリート使ってみましょうかね。これか、コンクリートの土台と。そしてこの上に置きましょうかね。あ、はしごもつけないといけないな。どこら辺からつけますか。ここら辺、うーん、ここかな。こうしておきましょうね。そしてここいろいろあるんですね、これ。コンクリート、手すりとか、なんかいろいろあるけど、あんまりコンクリート使わないんでですね、よくわかんないですけど、防御で、警備手じゃない、タレットですね。スポットライトじゃないけどね、スポットライトみたいなやつあるんですけどね、あるにはあるんですけど、どれやったかな、これか、ライトついてないじゃん、これでもね。そして、あ、これはこっちよりこっちの方がいいかもしれないな。あんまり変わんないんだよね。でもとりあえずこうしとこうか。で、何を置こうかな。これ私はこれが一番好きなんですけどね。ここも置いても意味ないもんね。こんなんもあるよね。どんなんかわかんないですけど、ね、とりあえずいろいろ置いてってますけど。プラズマ、ファイヤーレーザー、こんなんもあります。ぬかランチャーは下手しておくと危ないんでですね、ちょっと。こんな感じで、なんかちょっとワーウィック農園が攻撃されてるっていうんで、建築終わった後にちょっと救助にしに行こうかなと思ってます。そしてこれでこう、いらんを外しとこう。うん、とりあえず建築するだけ時だけつけたから。よし、これでいいや。よし、そしてロボットかな。どうしようか。ですね、このロボットディフェンダーっていうモッドなんですけどね、これ導入するとですね、防御の項目のところにですね、ロボットっていうのが出てまして、配置できます。そして配置できる種類はですね、そのクエストを進めたりするといろいろ増えていったりします。で、もちろんパークが必要ですね。こういう風にですね、ロボティックエキスパートとかですね、こういうのが必要になってくるものがありますので、これはあれですね、ドリンクバディですね。まあ、食料と水を提供してくれます。結構やかましいですけどね。で、こういう風にですね、いろんなボーナスがつくんですね。こう、ボーナスを得るとかですね、こういう感じで。で、ガッチーとかですね、ハンディ、幸福度を上昇20、プラス20とかですね。
で、アサルトロンは強いですね。こっちが強いですね、スレスタイプは。で、このプロテクロ、セントリーロボットですね。こんだけ置いとけば多分負けることはないと思うんですけどね。あとはそのそうやね、どうしようかな、いいかな、とりあえずはあれつけましょうかね、これをつけましょう。ここでいいかな。そしてそれと資源だったね、あれは資源のその他で、その警報のサイレンですね、警報のサイレンをちょっとつけると思います。私はだいたいセットでつけてるので、補修無勢ビーコンとですね、セットでつけてます。これも置いとこうかな。これはどこに置くか、ここでいいかな。でバロボンのエッサーバーやろ、まあここでいいかな。でこれも置いとこうかな、予備人も置いときましょう。これも置いとこうかな。ファーストトラベル用のやつも置いておきましょうかね。どこにこれファーストトラベルするかっていうのの、マークに、マーカーになるんですけどね。このワークショップ画面の前とかに、ワークショップ画面じゃなくて、ワークショップの前とかに私、よく設定したりするんですけどね。こういう感じで。よし。あれ、向きがありますので、ちゃんと。前、後ろと。よし。そして、何をしようとしたんだかっけ。あ、そう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 。つけたんで、これ繋げないといけない。よし、これで入植者が来るはず、ライトをつけとくかな。ライトもね、これはだいたいでいいんですけどね。で、ジェネレーターをつけとこうかな。まあこんな感じかな、だいたいこんな感じですね。あとは入植者が増えてくれるのを待つだけですね。あ、そっか、あとですね、今さっきのロボットディフェンダーなんですけど、人造人間も置けます。人造人間はちょっと後で置こうかな。で、これか、どれにしようかな。入植者としても機能すると、これにしよう。何に置こうかな。こんな感じにしとこうかな。お前たち仕事しろよ、ちゃんと仕事しろよ。で、あれも置いとこう、あれも置いとったらいいな。これも置いときましょう。これはどこに置くかな。あそこでいいか、ワークショップのとこでいいかな。ここに置いとこう。で、電気を通してやらんと動かないんで、これでいいかな。あ、ちゃんと言ってますね。人造人間たちをなんかね、割り当てないといけないですね。そうせんと、なんかただうろちょろうろちょろするだけなんで。ほらほら、お前たちくつろぐ暇ないって、仕事して仕事。もうなんか仕事すでについてますね。とりあえず働かせましょう。くつろいどう暇ないよ、気持ち働いてください。
働いて働いて。そしてこんな感じですね。ですね、今回はですね、この家の中と、外回りをちょっと若干ですね、やってみました。建築ですね、ちょっと取り掛かってみました。で、今回はですね、この辺りで終了させていただきます。で、次回はですね、またちょっと見直してみて、見直しっていうのは私の見直しがちょっと癖もんですけど、見直してみて、そして気になるところがあれば修正しつつですね、次はですね、どうしようかな、ここですね、なんとか使いたいですけど、まあ、ここも見てなんか面白く建築できるんだったらやっていきましょうかね。そしてこっちですね、この下の方ですね、小屋のあたりもなんかいろいろ装飾つけたりとかしてちょっと活用していけたらなと思ってます。あそこなんかロボットが止まってるけどな、なんでやってんだろうね、あれ。そうですね、で居住地の拡張ですね、拡張、要するにそういう娯楽施設作ったりとかっていうのは、です、ね、今迷ってるんですよね。こっちにずっと床をつなげていくか、それかここにこう作ってぐるっとこれを覆いかぶせるようにして、作っていくかっていうのはちょっと迷ってるんで、まあ次回までにちょっと決めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、当然明かりの確保ですね、たくさんちょっとまた明かりをガンガンつけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。次回はですね、キングスポート農大パート2となりますので、またご視聴いただければ幸いです。それでは皆さんありがとうございました。ありがとう最後の最後で感じだったな、せっかくちゃんと喋れてたのに。それではですね、皆さん、ご視聴いただきまして改めてありがとうございます。次回のですね、マッツァルチャンネルの動画でお会いいたしましょう。それでは失礼また噛んだまた噛んだよ、もうお世話ないですけどね。それでは失礼いたします。私この後ですね、動画の後のワーウィーク農園の救助救出に救助に行きますので、それでは失礼いたします。